メネンデスのことをもっと知らないと奴の考えが読めん。サラザール、ニカラグアで育ったお前なら奴のことを詳しいんじゃないか。どうして奴は俺たちを憎んでる。最初の冷戦のせいだ。ガキの頃に奴は目の前で仲間をコントラに殴り殺された。そして1972年には大地震が起きて家族がもんなしになった。1年後にはこの世で最も愛していた者が火事の犠牲に。妹だ。奴は父と共に出直し、役を売って儲けた。富と権力を手にし、マナグアの伝説となった。メネンデスカルテルは手に負えなくなった。だから CIA はラウルの父親を暗殺させたんだ。そうして奴はアメリカを憎むようになり、アフガンから密輸して知恵を作り始めたのか。それを知った CIA はカブールに飛んだ。ウッズのあの写真はその時のだったんだ。ハンサムがいるだろ。俺さ、ブサイクが親父でベトナムと数列のせいであいつはとんだ困りもんだったよ。ショータイムだ、メイソン。何か見えたか。砂、砂、どっちを見ても砂だ。ハドソンの相手が向かってる。中国人は信用できるか。大丈夫だ。我々同様ムジャヒディンを支援してるからな。ロシアがアフガニスタンで勝っちまったら次は中国だからな。ロシアは嫌われ者だな。まあ俺は好きな国などないが、頭を下げた方がいいかもな。落ち着けぞ。武器は届けだろう。約束は覚えてるな。ムジャヒディンのリーダーに会わせる。メネンデス捜索を手伝ってくれる。最高の馬だ。乗れ。わかった。行こう。メイソン、ハドソンだ。ザオとは連絡取れたか。こちらはムジャヒディンのキャンプに向かってる。言うまでもないが、我々がここにいた痕跡は一切残すなよ。我々がアフガンに関与しているのをロシアに知られたら大変なことになる。見つかるとすれば、やられた時だけだ。そんなことはありえんから。急がねば、ソ連軍が間もなくキャンプを襲撃するようだ。メイソン、もっと急げ。やあ、はやあ。こっちだ。ロシアの攻撃が迫ってるなら助けはいくらあっても足りないはずだ。作戦顧問として専門家を2人ほど手配させてもらった。紹介しよう。ナフマン、こいつがウッズで、メイソンだ。最高の人材だ。欲しいのは武器だ、兵士じゃない。やりやりだな。確認しておくが、ロシアを撃退すればメネンデスの情報をくれるんだな。拠点はここだ。どこから来るにせよ、谷に通じる狭い道のどれかを通るはずだ。承知の上だ。この山岳地帯は我々が守っている。渡した武器があれば。それじゃ見立てが甘いな。
相手はロシア軍だぞ。奴らは力技で攻めてくる。数に物を言わせてな。分かってんのか。渡した武器の使い方すら知らないようだな。決まりだ。俺たちは前線に行く。ロシア軍の攻撃が始まった。うまくいくのか。アメリカ人、俺たちならできるぞ。よし、行くぞ。急がねば。敵を谷に入れるわけにはいかん。準備だ、メイソン。敵のヘリが歩兵をキャンプに直接降ろしてる。武者秘人に任せろ。俺たちは戦車を止めることに集中する。爆破しろ、メイソン。ハロゾン、西のチョークポイントは確保した。敵がここを通るのは不可能だ。撃つ、メイソン。敵は総力戦を仕掛けてきてる。谷は敵だらけだ。ムジャヒ人から報告、北から戦車が接近中。数に物を言わせた力技。予想通りじゃね。希望とは違う。
黙ったぞ。東にあるムジャヒディンの弾薬庫をロシア軍に奪われた。奪還できるように必要な手を打つんだ。ラフマンは我々が負けているんじゃないかとご心配だ。ラフマンに知ったことかと伝えてくれ。弾薬庫は谷の左側だ。ここからは馬では行けない。降りろ。ここからは徒歩で行くぞ。タフな人だったんだな。そりゃもうクラフチェンコに頭をかち割られ数列を叩き込まれても生き延びたんだからな。あいつは数列が見えなくなったと言ってたが、どうだかな。確信は持てん。クソ、メイソン見てみろ。まだ来るのか。奴らが捨て身の力技で来るなら、こちらも捨て身で臨むまでだ。行くぞ。チェンコじゃねえか、クソったるめ。つまりそういうことか。クラフチェンコ、奴らに死を。何度か
俺も見たんだ。目の色を変えて辺りを見回し、それからロシア人と話し始めるんだ。クソレズノフ策略ジジイさ。撃つ。この尋問は任せてくれないか。いいや、どいてろ。ここは俺がやる。こいつには少しばかり借りがあるからな。ベトナムで置き去りにしてやったのに、なぜ来てる。俺が知りたいぜ。何やら取引してるそうじゃないか。ラフマンに聞いた。相手はメネンデス。どんな付き合いなんだ。クソくらえ。目には目をってやつだ、クソ野郎が。え、ムジャヒディンを分かってないな。お前を首まで埋めてまぶたを切り取り、砂漠に野ざらしだ。楽に死なせてやる。メネンデスのことを話せ。武器を売ってやってる。いや、それはまたソ連らしくないな。ソ連は死につつある。大事なのは金だけだ。売った武器はどこへ。キューバ、アンゴラ、第三世界。なぜだ。メネンデスは世界を焼くつもりだ。させるかよ。何のつもりだ。メネンデスが苦しませてやれとさ。この裏切り者が。一緒にロシア人と戦っただろうが。お前たちは今もこれからも我々の真の敵だ。水も身を隠す場所もなければ、もって一日だろう。長く見てもな。言うには、俺たちは砂漠である男に助けられたんだ。誰だと思う。レズノフ。親父と同じことを。でも奴じゃないさ。レズノフ、いいか、もし奴ならなぜすぐに立ち去った。何の説明もなしに。